ルンタミ日記。2日目いきます。はい、これがプールですね、ホテルの。よくないですか、かっこよくないですか。これなんか1万円のホテルにしてはめっちゃいいやんみたいな感じでした。はい、記念撮影。まあ入ってないですけどね、たまに見れない。あら、お水一本おいくら的な。水一本いくらかな、何十円とかですね。でもね、ちょっと見えないとき、その瞬間に言ってください。ちょっと待ってって言ってくださいね。これなんだ、これは朝食ですね。朝食になんかよくわかんないの作ってもらった。これ多分スリランカのご飯だと思いますが、設定で何かありますか。みんな見れてます？見れてる？見れてないのは設定というか、あれかもしれないですね。そのネット環境かもしれないですね。これはフロントですね。フロント。めっちゃかっこよかった。で、これはスリランカのバスです、普通の。スリランカのバス、今回めっちゃ乗ったんですけど、なんか、何時間とか乗っても100円とかで、ね。すごい安い。普通は何十円とかです。はい。今ちょっと見れてない人がいるみたいですけど、皆さん大丈夫ですか？これ、また YouTube にアップされるので大丈夫ですよ。はい。で、バスに乗って、次のホテルに向かうときに、このゾウさんを見つけたんですけど、今ご飯中の人います、大丈夫かな。うんちでうんちでこれをなんか娘に写真送ったら、ママうんち好きかなって言われたんですけど小学生かって感じです。で、これが今回その2日目に泊まったホテルですね。私はその365日ずっとホテルで暮らしてるから、そのブッキング .com っていうサイト、ホテルを予約するサイトの、なんかすごい、なんていうの、レベルがめっちゃ上がってて、なんかそのレベルが上がると、なんか、勝手にアップグレードしてくれるみたいなのがあって、ちょっといい部屋にしてもらいました。ちょっと YouTube ではこのね、お部屋いくらって言わないですけど、後で、はい、このイベントの参加者さんには伝えますね。いや、ここはめちゃくちゃ安かったです。ここはなんでここに行こうと思ったかというと、ここにはですね、ゾウさんの孤児園が近くにあって、そのゾウさんたちが水浴びに来るっていうのが口コミに書いてあったので、で、それでここにしました。はい。これは夕飯の時に、多分私スイカジュース好きだから多分これスイカジュースですね。なんかパスタを頼んだら、こういうパスタでしたね。はい。で、まあお楽しみは次の日なんですけど、はい、2日目終わりました。なぜ心理学を学ばなくてもモヤモヤに隠れた宝を見つけるだけで会社に縛られずに 100% 人生を遊び尽くせるのか、時間と人と場所に縛られない秘密、3ステップ今だけ限定無料公開中です。下の概要欄の URL からメルマガ登録をして、ぜひプレゼントを受け取ってください。では今日も見ていただきありがとうございました。もやもや探検家ルンでした。